ヒーローインタビューは爽やかな汗、頑張るみんなを応援、ギャツビーの提供でお送りいたします。中高生部活応援マガジンヒーローインタビュー応援団の風来坊小西です。どうも。さ、今日はですね、岐阜県は麗澤水並高等学校の方にお邪魔しております。なんといっても全国屈指の名門校、あの剣道部の皆様にインタビューしたいと思います。それでは麗澤水並高校剣道部の皆様にインタビューしたいと思います。麗澤水並高校剣道部の楽しいところや魅力を教えてください。魅力は寮生活を通して全員が同じ目標を持って稽古や生活に取り組んでいけるところです。魅力は上下関係がなく、上の学年も下の学年も仲良く楽しくできるところです。特に仲いい友達いますか？全員と仲いいです。剣道を始めたきっかけを教えてください。父親が剣道をしていて、その姿を見て剣道を始めました。基本動作から教わっていって。今ではどんな感じですか、剣道は？とても楽しいです。お父さんはそんなそのコスミ君の姿を見て言ってますか？頑張っていると思います。麗澤水並高校剣道部の熱い名物練習を教えてください。連続切り返しというものがあって、道場の縦の長い距離を使って、約3往復ぐらいする切り返しがあります。回り稽古といって、道場全体を使って追い込みをします。それは結構厳しい、きつい感じ。足がガタガタになります。最後に全員で円になって跳躍素振りを100本します。100本。今回のテーマ、夏を超えろ、自分を超えろということですが、夏休みや夏合宿の練習や試合などで自分が超えた瞬間を感じたというエピソードを教えてください。先生のかかり稽古で、すごい長い時間のかかり稽古だったんですが、とてもきつかったんですが、そこで最後まで頑張ったというところで、人よりも頑張ったから、そこから強くなったなと感じました。それを終わった後に試合を やると、すごい体が思い切った試合ができて、そこで精神的に成長できたと思いました。部活といえば青春、部活といえば感動ですけども、皆様が今までで一番いい汗をかいたなっていうところがあれば教えてください。1年間に一度、約1週間のトレーニング期という期間がありまして、年によってトレーニングをする年と、引退した3年生が元立ちになって、現役生がずっとかかってくのと年で分かれてて、そのメニューがすごいきつくて死にそうなになるぐらいのメニューなんですけど。そうなんですか。具体的にどういうメニューか教えて。筋トレと谷ちゃんコースっていう。谷ちゃんコース、谷垣先生の谷ちゃん。そういうことなんですね。あ、わかりました。今まで一番楽しかった部活の思い出を教えてください。9月に行われるバーベキューです。
バーベキュー、どういうメンバーの方がお肉を焼いてくださったり、各学年でそれぞれ漫才とか劇とかダンスとか出し物をして皆さんに披露します。男子の全員が漫才をしました。え、男子全員が漫才、え、女子は何？自分らは低燃費少女ハイジの劇をやりました。低燃費少女ハイジのあの劇、あ、面白く、部活以外の日常の過ごし方を教えてください。寮ではみんなで集まって料理をしたり、食事をしたりしています。料理は森越くんが作る？いや、みんなで、僕はラーメンを作ります。あ、以前はチャーハンを作りました。特にその料理以外で、あの日常、その部活休みの日とはどういう過ごし方してますか？外出できる時は、みんなでカラオケに行ったり、買い物に行ったりしています。カラオケ何歌いますか？自分は純恋歌なので歌います。よ、純恋歌、目を閉じってやつですか？はい、そうです。すごい。将来の夢は熱血教師です。将来の夢は警察官になることです。座右の銘は好奇心です。警察官になること。将来の夢は太鼓の先生です。普段前進、やったるマッスル、あの悔しさを捨てるな、大変イコール大きく変わる、鍛える3倍、おさまのセンス、健康一滴、生涯剣道、継続は何を転ず、警察官になることです。何事にも挑戦、全国制覇、安定な就職に就く、気持ち、疾風陣内、疾風怒涛、忍耐、努力に勝る才能はなし、メンタル、普段の努力、全力投球、一生懸命、一位前進、いつだってネバーギブアップ、常に感謝、諦めない、デイジおかし、アイキャン、白バイ隊員。霊卓水波高校剣道部あるある一発ギャグ延長コード、よし、1、1、1、2、それ1、2、それ1、2、それできた、できた、電気きた、延長コード。今後の目標と夢を聞かせてください。今後の目標は全国大会で春夏連覇をすることで、将来の夢は教師です。教師、なんか理想の先生みたいなのがあります？谷垣先生が理想です。あんな渋い声になりたい。先生の指導方針が素晴らしいので、先生のような先生になりたいと思います。特に谷垣先生の指導で好きな面とかありますか？初めからできないと決めつけるのではなくて、まずはやるというところは見習うというよりか、そういう先生になりたいなと思います。今後の目標は全国制覇をすることです。男子はまだ全国制覇をしたことがないので、全員剣道でしっかりと取りに行きたいと思います。将来の夢は警察官になることです。どういった警察官になりたい？規律のある警察官になりたいと思います。だいたいいくつぐらいまで剣道やりたい？自分が死ぬまでやりたいと思います。ヒーローインタビューは、爽やかな汗、頑張るみんなを応援、ギャツビーの提供でお送りいたしました。麗澤水波高等学校剣道部です。男子の目標は日本一です。日本一取るぞ、おーし。